穴ホベは安光天皇の御明代部として設置した穴ホベに始まった御明代部である。第二十代安光天皇が大御国あの村に穴ナホ宮を建て、そして自らを穴ホ天皇と称した。この穴ホベは安光天皇の崩御後に第二十一代有略天皇が十九年期に御事乗りしておいた安光天皇の御明代部である。書室は日本初期巻。 第14によると、有力天皇の時代に、19年の春3月の日のト虎の1日土のト虎に、見事と乗りして、アナホべを置きたもう。とあり、アナホ天皇と呼ばれた暗号天皇の名城であったことが伺われる。中央では、アナホべ作り、地方では、アナホ部首が管理者であると推定される。アナホべ作りは、天武天皇12年9月に、他の37子ともに、 穴ホベレンと、死ぜされている。穴王武氏は、新先生白く河内国未定雑生によると、穴ホ天皇の後なりと記されている。東国に多かったと推定され、養老5年、焦燥院文書の下宇佐国くず飾り軍大島里の戸籍は、ほとんどが穴ホベであり、また、俗日本気末期がい40によると、官武天皇の延略9年12月、 下佐国猿島軍の主張、左官、小八以上の穴ベべ山マ,マロが、外勢六以上に少女している。五世紀後半に東国が、大和朝廷の支配下に置かれるようになったのが、きっかけだろうと言われる。下佐国猿島軍伏木村あざあのア穴ホベや、葛飾軍大島里の穴応部を支配干渉したのが、河海上国蔵の穴ホベただしである。葛飾軍、八島里。 道軍大島村なるべし。和名将に、某国屋島とあれドを、五字にすがりしくにて、章と話し難し。養老五年の戸籍に、下宇佐国葛飾軍大島号高技と云々とあり。ただともう和名将の屋島派、大島の五里なるべしと。大島村派、杉戸塾のそばにて、養老戸籍の高技と、即兵部式の川野にて、杉戸駅西に、上中下川崎。 東西大林等の村あり、その名残ならん。今の杉戸塾派、川の駅の移りれるなるべし、とある。小燥院古文書聖集、第21巻に収録された721年作成の、下宇佐国葛鹿郡大島号の古跡の大島号は、上高の村の高和里、下高の村及び大島村の中村座と、和紙宮村座穴辺の島又里の地域を指すものと、 考えられる。第一に、伝数注文の古文書である、くぬぎ文書によりますと、笠西三久里屋には、島又、今井、東和まという地名が登場し、島又に隣接して今井があった。この島又は、柴又とは、約7キロメートル離れている。第二に、下高野村の永福寺流等3伝統期に、古籍の中村座との理性。 穴ホベ県の伝承がある。ちなみに、その伝統期から穴ホベ県の系図は、県は後低発受解し、自公社りと合し天平三神筆年都7月15日自弱す。県の室は水江売りという、大島郷長公大部分男の姉なり、天平商法4年11月15日成居し、法名を弱小にと合す県の着難を、高家野という、空地社りと合し 天平商法五年死す。高家のの小胸丸は、新赤月彩美と合し、自宅を捨て盆札となし、阿弥陀寺と合す、遠略元年す。宗胸丸の子高は、自慢彩美と合し、天長五年死す。県五代の孫、高野茂房は、天安元年死す。高野茂房の男両子あり、である。第三に、吉爪木薪二に,に、下宇佐国高野の領主は、 両兵衛と申し込と登場する、高野村豪族両兵衛は、穴ホべの末裔であって、領土を支配管理したと考えられる。この両兵衛は、尊卑文脈では、深須三郎三重の子、堀三郎より重と見え、また、平時物語に、深須三郎三重が子に、両助重よりという不詳の身にて宗来とも、源家の末場にて宗郎、と登場する人物である。 埼玉明治時点も手際平著。P273 平成16年10月30日発行。日本初期。有力天皇19年3月13日以上。日本初期。天武天皇12年9月23日以上。続日本期。官武天皇。今皇帝。延暦9年12月9日以上。日本初期。岩波文庫 P361 から362。 補中14から21より下佐国9事項。関七聖宮秀方英栗著。P293 埼玉明治時点も手際平著。P275 から276平成16年10月30日。発行埼玉明治時点も手際平著。P276 から277平成16年10月30日。発行埼玉明治時点も手際平著。 P276 平成16年10月30日発行埼玉明治時点も手際平著 P7386 平成16年10月30日発行ありがとうございます